ちょっと今回から本格的に企画をね、やらせていただこうかと思います。はい、行きましょう。まあ、最初はやっぱりその分かりやすい方がいいと思うので、はい、シンプルにちょっと大喜利をね、はい、3人でやっていきましょう。はい、なるほど、やりましょう。で、まあ、あの前回ね、見てくださった方は分かると思うんですけども、ただ普通に大喜利をやるんじゃなくて、うん、誰かが言った答えに対して、まあ、あとの2人はこうダメ出しというか、はい、意見をちょっとその場で言っていく感じでやっていこうと思います。はいはい、もっと良くしていくってことね。そうです。はい、じゃあお題なんですけれども、うん、まあ、最初は分かりやすいお題がいいかなと思うんで、そうだね、ちょっと私が出させてもらっていいですか。はい、はい、お願いします。ということで第1問、この寿司屋客のこと舐めてんな、何があった、うん、これよくあるやつですね。そうですね、いいですね、うん、大喜利では本当によくあるがゆえに、確かに答えも結構逆にね出尽くしちゃってるみたいなとこあるから。そうですね、新鮮味というか。そうだ、だから本当にこのぐらいでいいだろうぐらいのことが意外と通用しないお題だったりもするんじゃないかなと思うんですよ。はい、はいはい、早いな、もう書きました。すげえ、うん、じゃあよくしてくれるんでしょ、あとで。よくしてるそんな、そう、脳責任感の感じで望まないでください。いや、ちゃんと面白いと思ってるよ、俺はこれ面白いと思ってる。じゃあいきますよ、この寿司屋、客のこと舐めてんな、何があった。フォーク渡してきた。なるほど、うん、なるほど、箸じゃなくて、ね、あ、はい、スプーンと迷ったんだけど、はいはいはい、フォークでなんか突き刺して、突き刺して寿司食うの面白いかなと思って。確かに大喜利のその一発目の答えとしては、うん、確かにこれありだと思うんですけど、はい、ただこのお題って考えた時に、うん、ちょっともう10点20点ぐらい上のやつが欲しかった気はしますね。具体的には、具体的にとか聞くんじゃないよそういう話じゃないのかよ、何だ偉そうに言うんだけど、カミカーサいやいや、じゃフォークじゃなくて、はいはい、なんとかとか、はい、頭に何かつけた方がとか、うん、その語尾を変えた方がとか、なんかありそうじゃん、面白い言い方というか、技術的なものとか。確かに、フォーク、うん、いや、全然その答えとしては、はい、全然悪くないとは思うんですけど、だってそのやっぱこのお題がやっぱりやり尽くされてるだけに、まあね、もう少し一発目とはいえ、なんかあるんじゃないかなって気がするんだよな。ケチャップとかどうですか。あ、醤油じゃなくて、はい、ケチャップをよこしてきた、はい、あ、なんかもう味分かってないみたいな感じの。同じぐらいじゃないですかそうこれ、そうです。あ、まあ、ちょっと言い方じゃない、ケチャップを出したらと普通だから、はい、あ、言い方もありますもんね、結局。ケチャップは抜きますかと聞かれたって、舐められてない。ああ、なるほど、一個先行ってる。先抜きにしますかみたいな。なるほど、なるほど、それを確かに。ああ、そうですね、言い方が。チャップ抜きで。一応専門っぽく言ってくれる。サビ抜きみたいな。なるほど、なるほど。わさびの時だけだと下の文字取るの。逆にそうですね、そっちはもう一発目出しちゃってもありかもしれないですね、この話題だったら。だ、結構言い方とかで、ね、言い回しも大事だと思うんだよね、はいはい。これどうですか、ちょうどこれの20点ぐらい上かなって思うんですけど、はい、軍手で握ってきた。ああ、やだね。あの、ビニールのだったらともかくな。あ、そうですね。軍手はなんか、毛がつきそうだし。この棒の感じを。はい、ああ。握る側ね。握る側。そうそうそう。やっぱ寿司屋大将がやってきたってことだもんね。うん。この、まあまあ、大将でなくても、なんかね、店全体のシステムとしてっていう考え方も、うん、多分ありやなと思いますけど。はいはいはい。一発、そうだね。一発目としては、うん、その、ケチャップは抜きでいいですか的な、はいはいはい、なんかそのぐらいのレベルがちょうどいい気がしますね。この寿司屋、客のこと舐めてんな、何があったんですよ。でもこのさ、思考があるじゃん、それぞれの大喜利に向かう時の、うん、はい、それ自分の中だけで持っててさ、あんま言わないじゃん、はいはい、その逆を考えてとか、はいはいはい、言い回しがとか、はい、言ってってもいいかもね。あ、だから今のところもフォーク、箸を使うボケ、うん、でケチャップでわさび、うん、みたいなのも出てるわけ。それであの、どこ行っちゃったんだ。すいません、ちょっと急に番組やめたの。逃げ出した、1投目で逃げ出してしまってそういうだから握り方、対象の動き、うんうん、みたいなのは出てるわけだから、うん、その中からもっと出すのか。そうですね、自分で条件つけちゃうパターンもたまにありますよね、その、うん、こういう、まあ、大将こういう人間なんですけどこうみたいな。ああ、なるほどなるほど。たまにやるじゃないですか。ある。あ、いいこと聞いた、うん、それ一個クッション挟んでのみたいな。なるほど。それでまたなんかね、こう自分で幅広げるっていう手もありますよね。それ手だったんだな。俺ただ面白いと思って聞いてたな今まで人のそのやり方でいいの聞いたわ。俺すぐ使おう。すぐ使う、すぐ使おう。
今一人の男が成長しましたよ番組中、この寿司は客のこと舐めてんな、何があった？どのお寿司頼んでもお客さんお腹ゆるいでしょう、少し炙っておきますかって聞いてくるなるほどね、ちょっと舐めてる感じ、ゆるいでしょうっていう、もう決めつけがね、舐めてる要素がちょっと強くなったね、うん、そうですね、確かに今のでも本当だから、チェクタさんのなんか言い方の面白さもちょっと乗っかってた感じがありましたね、うん、本当ですか、可愛い感じのね、うん、ちょっとなんか本当に舐めてるというかだからチェクタに合ってんじゃないこれ、この答えなんか合ってる、あ、自分に合ってるってことですか、この答えでファラオが言ったら面白さ減るんじゃない、ファラオの言い方で言ったら、そのチェクタに寄せるんじゃなくて、はいはいはい、自分の言い方で言ったら、うん、お客さんお腹ゆるいでしょ、少し炙っておきますか、あ、ちょっと待ってあの違う面白さですね、トラオの面白さも出てきた、はい、あ、そうか、答えが面白いのかな、結局、ね、いや、まあ、その、なんだろうね、その個性っていうのはね、ああ、そっか、個性、その人の個性っていうのは人が出るんですね、そうか、それも問題だな、関西出身ですか、関西です、あ、はい、関西弁のね、なんかリズム特有、あのイントネーションもあるだろうし、ああ、そっか、そうですね、関西弁は面白く聞こえるらしいからね、あ、そういうふうにできてるんですよ、ね、ますね、で沖縄弁は面白くなく聞こえるらしいのよ、だから俺沖縄弁でこんだけ面白いから相当すごいらしい、そのらしいはダメ前半わかりますけど、もうちょっと待ってくれば俺が言ったのに我慢できない自分で言っちゃうんだもん、その調子狂うなえ、でもこれどうしたらいい、これで出来上がってんの、うん、もうちょいよくいけるのか、多分この時点でまあまあ多分受ける気はするんですよね、うん、今までと全然受ける、うん、お客さんお腹ゆるいでしょう、はい、少し炙っておきますと言いながら言ってきたが、頼んだのはカッパ巻きだって相当舐められてるそう、魚でもない生魚だからっていうわけでもないだいぶなんかねじれてる気もしますけど大丈夫かな、向上できてるかなそれはだからあのこれを出した次の人がこれに乗っかって出すから、なるほど、そうかそうか、そうそうそう、生かしてからではない、そう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 、一緒じゃねえかみたいにしたら続きあったみたいな、すごいファラオ手法をいっぱい知ってるな、いや、そういうことだと思いますよ、結局いいな、なるほど、前の人を振りにしちゃうパターンの、はい、な、大喜利ライブ出たくなってきたな嘘ついてきます、すぐ使いたい、血がうずいて嘘ついた素人笑わしねこの辺になってくるともうちょっと飛んじゃってもいいっちゃうんですよね、はいはい、うん、ただだからバランスだよね、飛びすぎると、うん、ってなって、そうですね、やっぱりそう世界観だけ出してるのもあんま面白くないもんね、はいはい、もう時代的にさ、そうですね、世界観出してるけど受けてないとも評価されないじゃない、そうですね、なんかそれをやりに行ったみたいになっちゃいますもんね、そうそう、世界観だけ出して受けてないくてもいいんですよみたいな、はい、ああ、なるほどなるほど、なんかね、受けるのはもう前提としてっていうことですよね、うん、そうそう、受けてるのに難しいことやってるからすごいみたいな、はいはいはい、時代に入ってきてるから、確かに昔はな、ちょっとおかしいことしただけですごいって言われた時代もあったねそうですね、受けなくても不思議ちゃん大活躍時代ですよね、不思議ちゃん大活躍、大不思議ちゃん大活躍時代要はOK です。OK ですか。はい。じゃあお題いきましょう。この寿司屋、完全に客のこと舐めてるな。どんな寿司屋？店に入った瞬間に非常ベルを押された。舐めてるのか、はい、逆にあれじゃないの、緊張してるんじゃないの、確かに。緊張してる。やばいやつが来たみたいな。はい、舐めてるじゃなくて、うん、舐めてるじゃないの、強いやつだと認識したというふうにも取れるけどな。ああ、なるほどね。あ、そうか。うん、舐めてるやつが来たら非常ベル押さなくても手で押さえそうだしな、だちょっと趣旨が変わっちゃったのかな、あーまあね、どうなんだろう、まあでもなんかこう答えが重なってくるとどんどんね、別にお題にとらわれなくてもいい感じの空気出来上がるじゃないですか、そうだね、はいはいはい、そうだね、寿司屋でありえるであろうの範囲が広がるもんね、そうそうそう、もうなんか下手すりゃこんな寿司屋は嫌だぐらいの感じでも許されたりするから、やっぱこれ気になるのはね、あの寿司要素がないっていう、なるほどね、あ、そう、まあ、確かにそうだ、やっぱこの、うん、あ、なるほど、そう、寿司要素が欲しくなっちゃうよね、なるほど、なんか、いや、そうなんですよ、あのこっち系の芸人って、うん、すぐ無視するんですよお前自分の芸風こっち系の芸人って呼んでる誰がいるよ横にこっち系その近くそうそう、その隣お隣さん誰がいるよ、結構そうなんですよまあまあまあ、ね、世界関係ね、そう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 、あと勉強なんじゃない、だからこれに寿司屋要素をちょっと足したら、なるほど、それを解決するわけでしょ、入った瞬間じゃなくなってしまうんですけど、うん、なんか卵とか頼んでる間は押されなかったのに、マグロ頼んだ瞬間押されたとか非常に、はい、なるほど、なるほど、はい、あ、なるほど、なんかその勝手にこっちの財布事情をなるほどね、追い逃げされると思ったじゃないですけど、いいね、あ、そっか、マグロでいいのか、
だから分かりやすいんだったらウニとかね、うん、ああそうですね、うん、ウニとかの方がいいですね、高級だの、はいはい、頼んだ瞬間に白ベロをされたの、はい、あなるほどなめやがってっていう、はい、それがなんか正しい感じですね、そうだね、これを正しくした感じはなんかまさにそれっぽい感じ、うんうん、ってことは、ま、卵を頼んだ時は押されなかった側はいらんだろいらないですか、いらないよ、そっか、そうです、言わなくていいよね、僕なんか長くなる説明をしちゃうんですよ、優しさが出ちゃう、優しいってやっぱりあの子供にも笑ってほしいんで、そうですね、伝えたいんだよ、無駄なあれが多くなっちゃう、優しいな、文字数もね結構ね左右してくるから、そうですよね、そうね、たまに長いとかは聞いてくるけど、やっぱ、はい、基本短い方がいいんだろうね、ピュッて入る、そうですね、そうですね、なんとか、なんか長いなら長いで、そのね見せ方もまた多分あるんだろうけど、はいはいはい、ある。もう一週くらいしてみます？同じお題で、はい、同じかストイックだな、でもいいですけど、いやでも同じお題で言ったらストイックじゃない、もうこんだけ話し合うのまだ、うん、まだなんか出るっていう、この部屋寒いなところで暖房器具はこたつとちっちゃいヒーターしかない、あとでヒーターつける、超絶寒いじゃないですか、冬だからね、冬だから夏は暑いんだよ、季節の世界